セント・ジョンズの包囲戦は、1705年の冬、プラセンティア総督のダニエル・ドージェド・スーベルカスが、ニューファンドランド島のセント・ジョンズ取りで攻略をもくろんで、失敗に終わった戦いである。1705年の1月末から3月の初めに、かけて、正規兵、民兵、そして、インディアン兵を率いたスーベルカスは、セント・ジョンズの町の大半を焼き払って、 セント・ジョンズ・トリデを5週間包囲したが、こうそうせず、物資と弾薬が切れた後に包囲を解いた。この包囲戦は、ピエール・モイノ・ディーベルビーユが、はっきりした目的もないまま行った、アバロン半島進攻作戦の再現とも言える、大規模な遠征であった。多くの過疎地にあるイングランド人集落が、スーベルカスの軍によって破壊され、これにイングランド系住民が報復した。 英仏双方の漁業は戦いの真中その煽りを受け、最終的にフランスの漁業権の活動で戦いは幕を閉じた。ジョン・グレード1702年に安城戦争が始まるまで英仏両国は何度もニューファンドランドの領有をめぐって争っていた。ウィリアム王戦争中の1690年代に行われたフランスの襲撃でニューファンドランドの主要な港である セント・ジョンズを含め、イングランドの集落のほとんどが壊滅状態となった。もともとニューファンドランドは、イングランドが1583年に植民地化し、ここを否定中の漁業基地としていた。一方でフランスは、プラセンティアに入植地を築き、イングランド以上に漁船をこの地へと送っていた。1702年、イングランドのタイジョンリークは、 ニューファンドランドのフランス人入植地を襲撃したが、プレザンスへの襲撃を避けた。港にフランスの軍艦が寄港していたためである。1703年、新総督としてプラセンティアに赴いたダニエル・ドージェド・スーベルカスは150人規模で設備もろく人なかった中東隊の指揮を取った。フェリーランドの襲撃の後、スーベルカスはイングランドの計画的な襲撃を耳にして、 彼らの攻撃に備えた。しかし襲撃はなかった。本国で臆病者として広く知られるイングランドの提督ジョン・グレードンが自分たちに大きな利があるにもかかわらず襲撃を止めてしまったからである。グレードンはこの後軍法会議にかけられ指揮を取っていたすべての任務を罷免させられた。その任務の中には失敗に終わったグアダルーペの戦いも含まれていた。 プラセンティア総督スーベルカス1704年の終わり、スーベルカスはイングランド集落への攻撃計画に着手した。中東隊に加えてカナダの民兵とアベナ貴族を本土から呼び寄せ、できる限り多くの住民を戦闘に参加させた。1705年1月8日、アバロン半島を出発したスーベルカス軍は総勢450人に及んだ。 そのうち100人規模の中隊を、ジョシュエ・ディボアベルテロ・ド・ボークールか率いており、その隊には、ジャック・テスタール・ド・モンティニア、アベナキの指揮官であるエスカムビもいた。二人とも、ピエール・ル・モイヌ・ディー・ベルビーのニューファンド・ランド遠征で、イングランド襲撃の経験があった。中隊の兵士たちが陸上を行軍している間、会場では、何、モンモの大砲を備えたブリガンティーンが、 半島の周りに横付けされた。セント・ジョンズの指揮官はイングランド軍チュージョン・ムーディであったが、様々な理由から、儀士で石膏でもあるロバート・レイ・サムとその地位をめぐって争っていた。ここでの主な防御は、ウィリアム・砦であった。この砦は石造りで、アバロン半島を遠征後に建造され、港の北にそびえていた。また、ナローズの南にある、 やはり石造りの砦のサウスキャッスルが、港の入り口を見渡す場所にあった。ムーディは何かと、面倒なレイサムにサウスキャッスルの指揮を取らせ、自分はウィリアム砦の指揮を取った。この両者の軍は50人から60人ほどの規模で、うち12人ほどがレイサムの配下にあった。ブリガンティーン、船真冬の寒さと雪のせいで、フランスの進軍はかなり遅れた。フランス軍は、まず、 何ら抵抗を受けることもなく、ベーブルズとフェリーランドを落とし、1月31日にセントジョンズに到着した。スーベルカスは、イングランド勢を、不意打ちしようとしていたが、その機会は与えられなかった。フランス軍の前衛がこの地に不慣れであり、イングランドの防御の視界に入ってきて、砲火で追い払われたからである。フランス軍のほとんどがウィリアムトリデへと逃走し、スーベルカスは、 ブリガンティーンが来るまでの間、セント・ジョンズを占領したことで満足しなければならなかった。占領の期間中、彼は捕虜を何人か連行し、女子供をイングランド艦に乗せるため、取り出に向かわせた。これでイングランド艦の負担が増し、彼女たちはフランス軍の防御に大いなる手助けをすることとなった。およそ2週間に及ぶ。 包囲戦の後、スーベルカスは、イングランドの指揮をそぎ、条件付き降伏を可能にし、レイサム人の主導権を握れるかもしれないという、計算のもとに、ウィリアム・トリデとサウス・キャッスルの間の伝令兵を利用しようとした。スーベルカスは、ムーディとレイサムにそれぞれ手紙を送った、ムーディへは、自らの名で、そして、レイサムへはある、イングランド人捕虜の名前で送った。 レイサムへの手紙には、スーベルカスとムーディとの取引が計画中であることが、ほのめかされ、スーベルカスが送り込んだスパイが、ムーディとの共同作戦を止めるように、レイサムを説得しにかかっていた。しかしレイサムはこれを拒否し、スーベルカスの努力は虚しく終わった。方位は33日間に及んだが、銃砲を装備したブリガンディーンは、現れず、 弾薬も物資も底をついていたスーベルカスの軍は、包位を説いた。そして、セント・ジョンズの街や、フィッシングステージを壊し、200人の一般人の捕虜を、連れて、プラセンティアへ戻った。またスーベルカスは、モンティニット70人の兵を派遣して、冬が終わるまでの間、引き続き、イングランド集落を襲撃させた。シグナルヒル・ジョン・ムーディは1705年の終わりに、イングランドへ戻り、 コールドストリームガーズの注意に昇格した。しかしながら、レイサムとの反目はその後も続き、自らが指揮する砦の建築でレイサムを不正行為で告発し、レイサムはこれがもとでこの仕事から下げられた。同じ1705年、スーベルカスはフランス人入植地の拡大を続けた。フランス人集落は戦争にもかかわらず流星を極めていた。これにより、 スーベルカスは三類勲章を受け、アカディア総督となった。またポートロワイヤルの防御にも責任者として赴き、1707年の戦いではイギリス軍をかわすのに成功したが、1710年の戦いではイギリス軍に屈した。プラセンティアではスーベルカスの代理としてフィリップ・パストゥール・ドコステヴユが包囲戦後の捕虜の交換の仕事を務め、 1709年の1月にセント・ジョンズの攻略を成功させていた。1713年のユトレヒト条約の後、フランスはイギリスにニューファンドランドを割上し、フランス系カナダ人住民はコステベルの監視の下ルイブールへと移った。しかし、ニューファンドランド北部のフランス海岸では、フランスが漁業権を握った。ウィリアム取り出の場所は、現在は、 カナダ国定史跡となり、サウスキャッスルがあった場所は、やはり国定史跡のシグナルヒルとなっている。ありがとうございます。